Yo, assalamualaikum bro. Boleh dengar tak? Waalaikumsalam. Boleh telepati eh? Gila lah. Ni ha, cuma nak tanya pasal progress pembulan memori ni je. Aku sekarang ni cuma ingat memori waktu main Ginga je.2年の夏休み、本来なら俺は今頃ロックミュージシャンをやってる両親とロンドンのアビーロードあたりにいる予定だった。でも7年ぶりか。一発だ。もうダメかと思った。ありがとう。いやいや大丈夫。はい、光くん、ミセス、嘘、どうしてここで何やってんの。いやそれはこっちのセリフ。お前こそここで何危険な遊びしてんだ。じゃなくて坂の上でそのベビーカー止めて、中に私の子がって声がして、で止めたら乗ってたのが犬で、バーって振られて驚いて抜けずって、ああなったと。いやそれにしてもすげえ格好だったな。お尻すっぽり。やだもうそれ忘れてお願い。お嬢ちゃん大丈夫？あ、はい。なかなか見どころある若者、もしかして彼。今日ラッキー。ヒカル君てっきりイギリスだと思ってた。ねえどうして帰ってきたの？突然この町に行かなきゃと思ったんだ。何かに呼ばれた気がして。呼ばれた？何それ。つうか道違くね。着いたよ。え、ミスス、俺銀河神社に行くって言ったよな。え、ヒカルくんまさか知らなかったの？何を。銀河神社火事で開けたんだよ1ヶ月前に。なんでも近くに隕石が落ちたんだって。
ははは。じいちゃん。おお、光、よう来たな。久しぶり。つうか、これが銀河神社。ああ、白井先生のおかげでな、曲がりをしておるんだ。校長先生。ライド君、すっかり大きくなって。いや。この小学校ね、残念だけど、今年の春に廃校になったの。ま、でもここに神社があれば時々こうして来られるわ。なるほど、そういうことっすか。失敗をするわ。寝泊まりする場所はいくらでもある。それにご神体がご無事だったでの。ご神体、これも八百万の神のご加護。それ見てもいいかな。なんで急に見たいと。いや、なんつうか。おはようございます。ああ、いつもご苦労様。よろしくね。はい。夏休み、ここで巫女のバイトしてるの。そうなんだ。おいおい、何見とれてんだよ。ケンタ、光、久しぶり。久しぶり。あー、なんか感激。しぐさ、久しぶり。ちょっと、さっき連絡したの。また4人揃ったね。本当にケンタか。そうだ、そんな変わった。いや、変わってねえだろ。ありがとうね、ケンタ。しぐさ、そのままだな。本当、声でよかった。あ、本当。嬉しいです。ここが久しぶりに賑やかになって。私も嬉しいです。白井先生の笑顔が見られて。はい。いえ、深い意味はありません。アメリカ、イギリス、いいな、世界中回れて。でも基本メジャーな街ばっかだし。ってどこ行きたいわけよ。あ、昔アフリカの奥地に行って謎の生物見つけるとか言ってなかった。モケレムベンベだっけ。よく覚えてんな。だってヒカルくんの夢何度も聞いたもん。世界一の冒険家になりたい。そうそう、誰に憧れてんだっけ。あのほら、エドモンド・ヒラリー、初めてエベレスト登頂に成功。誰も見たことない景色を最初に見たんだ。あの夢今も変わってない。変わってない。俺も未知の世界を見たい。絶対ウルトラ念力。どういうこと。やっぱどうしても気になる。これがご神体。なんだこれ。それは選ばれし者の紋章。やはり光の国の言い伝えは本当であったか。
人形？私はウルトラマン太郎。しゃべった。ってこれ誰かのいたずらだろう。小型スピーカー内蔵か？あれ？どこ行った？私は君を待っていた。そのご神体を持って古星山に来るのだ。何なんだよお前。冒険したくはないのか？え？未知の世界を見たいのだろうか？もうじき奴が覚醒する。憎い憎い憎い。イエーイ！うやっ！おお、エクセレント！何なりと命じてください。我が偉大なる支配者様。なんでこんな場所に？てかやっぱ夢だったんじゃ。光る。あ。いた。ここで私は目覚めた。遥か昔、恐るべき闇の力で全てのウルトラマンと怪獣が人形にされ、この山に降り注いだ。本当にこの人形が喋ってんのか？光の国の言い伝えにある二つの神秘の道具。一つは命あるものの時間を止めるダークスパーク。いや、やっぱなんか仕掛けが。ちゃんと聞け。なんだよ。私はダークスパークと対をなすもう一つの存在をこの近くに見つけた。それって銀河スパーク。闇の呪いを解く唯一の希望。その大いなる力を引き出せるのは選ばれし者だけだ。つまり俺ってこと？そうだ、ヒカ。君だけが私を元の姿に戻せるのだ。どうやって？よし、ここならよかろう。私の足の裏に君の手にできたのと同じ紋章がある。そこに銀河スパークの先端を当てるのだ。先端を当てる？驚くなよ。光くん、こんな朝早くここで何やってるの？散歩だよ散歩。そういう道こそ何してんだよ。私はお菓子作りの材料を取りに来たの。この山でいいよもぎが取れる場所見つけたの。それ使ってコンクールに出す創作和菓子を完成させるんだ。和菓子職人になるのが私の夢だもの。光くんが夢を追い続けてるなら私も負けてられないし。そっか、なら材料集め俺も手伝うよ。本当？助かる。こっちだよ。どっち？あ、おい光る。よいしょ。うるわ。あ、せっかく見つけたお菓子の材料が。このゴミ片付けてもらえますか？何言ってんだこのガキ。こっちは仕事でやってんだよ。犯罪だろ。山よこしてんじゃねえよ。おい、なんだよこの光くん。おい、そこで何してる？ガキで、お前光るだよ。久しぶりだな。今逃げた奴ら不法投棄業者だ。やっぱりそうか、怪しい系統だと思ったんだ。おい待て、ちょっと待て、ちょっと待って、待ってるぞ。光くん大丈夫？これってご神体？うん。
人間よ、貴様らのダークな心を使わせてもらうぞ。その慌てっぷり、黙って持ってきたの？そうだけど、これには複雑な事情が。もしかして、太郎に頼まれた？そう、太郎に。え？そっか、ヒカル君が選ばれし者なんだね。ミスズ、なんでそれ？私が話したのだ。ミスズに見つかった時にな。どういうこと？私が銀河スパークを調べていた時。この世界にウルトラマンや怪獣は存在しない。まして私は人形の姿だが、ミスズは私の話を全て信じ、私を元に戻そうとしてくれた。でも結局ダメ。ヒカル君、私からもお願い、早く太郎を元に戻してあげて。ミスズ、お前素直すぎだっつーの。しまった、見失った。中出た。あれ、何も起きないけど。そんなはずは。もう一度頼む、もう一度。どうして？さあ、おかしい、こんなはずでは。諦めちゃダメ、きっと次こそ。恐竜？この人形はどうかな？ブラックキング！ウルトライブ！ブラックキング！私はダメで、怪獣にウルトライブするとは。無理。サンダーダラビア、まさかダークスパークの力で。みんなつろこげにしてやるぜ。相当機能、お前ら！おい、ミスズ、そこ危ない、逃げろ！
和菓子職人になるのが私の夢だもの。光くんが夢を追い続けてるなら私も負けてられないし。潰されてたまるか。ウルトラマン銀河ウルトライブウルトラマン銀河なんだあのウルトラマンは。すごすぎるぜ銀河。全身に半歩じゃねえパワーを感じる。大丈夫か？守ってくれてありがとう。ビビってるミスズメから。Baru aku ingat episod yang tu lah di mana Hikaru dengan Otome Ginga bersatu menjadi satu nyawa lah. Rasa rindu balik nak tengok cerita Otome Ginga tu sebab aku rindu tengok cerita Otome tu masa aku belajar 6 dulu eh. Rindu eh. Oh. Dapat Ginga. Sekejap. Tak lah, dah dapat memory Ultraman Ginga ni. Boleh simpan buat pakai kalau ada monster menyerang gua. Mantap ni. Nice lah.
Baru je cakap pasal monster, kau betul-betul dia datang. Tapi monster yang ni kali ni dia lebih kepada alien penyengat lah. Lagi pula aku tiba-tiba teringat pasal cerita Tommy Vittori ni. Jangan lupa lah untuk saksikan episod 3, pertarungan bermula.